木村貴一は、日本の実験原子核物理学者。京都大学教授。京都大学原子炉実験所長。大阪府立放射線中央研究所長。福井工業高等専門学校長を歴任。京都大学名誉教授。君二等局実。重光は明受賞。理学博士。台北帝国大学の荒勝文作教授の下で、アジアで。 最初の加速機の建設を行った。廃線直後の1945年11月に、新中軍によって廃棄された、京都大学サイクロトロンを後に再建し、大阪府立放射線中央研究所、京都大学原子炉実験所の建設を行うなど、日本の原子核、放射線研究の場を作ることに貢献した。近代物理学、 アトムの独りごとエクスプレッションオブニュートローンズフロム、リードバイコズミックレイズ、ウィズビー、アルカツワイウェムラ、ネイチャー、ボリューム140、P277、オンザ・レンジ、エネルギー・リレーションヨニザチオン・エネルギー。リレーション4アルファ、パーティークルズ・イネア、ウィズ・アール・イシワリ、K ・ユアサ、S ・ヤマシタ、K、三宅 &S ・キムラ、 J サイズソークジャパンボリュームセブン P 百十一ザリアクション O 十六 C 十三ウィズアイクマベ K ミヤケ H 型 andK ミヤシタ J サイズソークジャパンボリュームイレブン P 千二百十一エラスティックスキャッタリングオブプロトンズフロム B 十一 ALPCO and CU フロム六二七点四メブ w i t バイウエ R 一シ J コカメ、K 福永、A カタセ、J ムト、アイクナベ、H オガタ、T オハマワイオオモリ、J サイズ、ソーク、ジャパン、ボリューム17、PQ。ありがとうございます。